いね。はい、英雄伝説戦略的4実況プレイパート52ですね。まあ、クロスベルで、得意点も見つけまして、一旦帰ってきたところかな。あそこまでの長距離を一瞬で戻ってこられるなんて。さすがにチートすぎんだろう。まあ、いろいろ条件が整わないと使えない移動手段らしいけどね。黄昏が発動している現状だからこそ使えるのかもしれません。ええ、でもこれで。わあ、ここが隠れ里なんだ。霊的な結界？ううん、次元の狭間にある結節点かしら。さすがにびっくりするよね。この場所はもうクロスベルじゃない、帝国本土の、しかも南西側になるんだ。ざっと数千セルジュほど転移してきたことになりますね。うん、今の飛んだ感覚だと4800セルジュくらいかな。イストミア大森林、ラマール州とサザーラント州の間だったかしら。ビータの生まれ故郷にして帝国の霊脈が集まる結節点の一つ。興味深いわね。おいおい、どういうガキンチョどもだ。これは来ていただいた甲斐がありそうですね。戻ったかお前たち。皆さんも帝都から戻ったんですね。うん、いろいろと大変だったけど、でもなんとか得意点を見つけたよ。そっちも守備は上々だったみたいね。なんだか可愛らしいお客さんも来てくれたみたいだし。はい、こちらも想定外でしたけど。はじめまして、キーヤバニングスです。レンブライトよ、よろしくね。七組のお姉さんにお兄さんたち。うん、戻ったか。双方疲れておるじゃろうが、これで七つの得意点が揃った。客人ともども、我がアトリエの星見版を見てもらおうか。新たに2つ、これで7つ揃いましたか。ええ、クロイツェン州、ノルティア州、ノルド高原、そして皆さんが見つけたサザーラント州、ラマール州、クロスベルにテートの得意点です。ちなみにテートは特に得意点があったんですか。それが驚きの場所、帝国初博物館の真下、暗黒竜の神女が現れた場所だ。何？あの地下墓所の一角に何らかの作為を感じますね。いずれにせよ、黄昏の開始以降、現れた黒煙の霊脈の壺じゃ。この7点の流れを見極めれば、必ずや元凶にたどり着けよう。すなわち、灰の騎士やセリーヌ、シュバルツァーや、終末の剣が運ばれたと思わしき、グノーム知性の本拠地にな。どうか。やっと、ここまでたどり着けたらね。それでエマ君、ローズリアさん、どのくらいで判明するものなんだ。それまでに万全の体制を整えておく必要がありそうだが。え、それが、こちらの予想以上に黒煙の霊脈が活性化しているみたいなんです。わらわのくさびは打ち込んだゆえ、手がかりを見失う心配はあるまい。が、見極めは少々かかりそうじゃ。少なくとも、数日は見てもらおうか。数日か。もどかしいわね。だが焦りは禁物でしょう。ええ、リーンたちの無事を信じて、私たちも備えておくしか。なるほど。霊的なビッグデータの動態モデルか。キーヤ、なんとか読めそうかしら。
うん、すっごく濁ってて激しく練っているけど、渦の中心みたいなのはなんとなく見えそうかな。なんじゃと？見えるんですか？無数に巡る霊脈の流れが。うん、一度に全部は無理だけど、三つの地点の間くらいならなんとかつかめそうな気がする。インガリスが見えるか。そしてさらに登場するのが特別にカスタムしたこの端末。ソバクス君に頼んで財団製の特殊ユニットを増設しているわ。ガラガニャンコ。ティオって人が研究開発してた A4 システムの簡易版がね。これってティオ先輩の18番の人間と機械を共鳴接続するヒューマンマシンインターフェース。おお。星見の塔の異変を突き止めた時のあの技術か。少々専門的になってしまったようだな。でも、その仕組みを使えば、キーヤさんの力を解析に活かせる。その上で、機械の力で解析を早めることができるわけか。ええ、理論的には可能なはずです。ねえ、おばあちゃん。人の子の技ごときでそう簡単に行くはずが。いや、その娘はかつて、四季の奇跡を振るっていたのだったか。わらわが行おうとしている実績を、そのやり方で代替すれば、あるいは、3日、いや、1、2時くらいで。ずるいずるいぞ。そういうのをチートと言うんじゃろ。何よりも、わらわのかっこいい見せ場がなくなるではないか。子供か。おばあちゃん、子供じゃないんですから言われてやんの。というか、子供にしか見えませんね。この人本当に800年も生きてるの？信じられねえだろうが、マジモンみたいだぜ。ちゃんとロスにもいっぱい手伝ってもらうから。それに特定ができた後の突入手段も考えてるんだよね。どうしてそれを。というかいつの間にロスとか呼んでるんじゃ。なんか思ったよりも早く特定できそうだね。これも女神の導きかな。ならば俺たちもできる限りの手伝いをするべきだろう。ええ。まずは門外観ですが、ドール技術ならある程度は。でしたら処理能力を高めるのにアークス2を使うのはどうでしょう。あ、ここの端末の演算能力を並列分散処理に使うわけですか。十分可能なスペックのはずよ。レンさん、どうかしら。いいアイデアね。採用よ。すると、オーダーシステムの仕組みも活かせそうだな。ああ、通信機能をオフにして処理能力を高めてみようか。ふん、盛り上がってきたじゃねえか。ちょっとついていけないんですけど。右に同じく。ま、持ちは持ち屋に任せる。やれやれ、ほんとたくましいというか。これが私たち新旧の七組なんでしょ。ならばとっとと始めるとしようぞ。知性の本拠地とおぼしき場所、ゼロ得意点の割り出しを。誰ともお疲れ様。ええ、まさかここまで順調に解析システムが構築できるなんて。解析完了まで1日前後でしたか。本当にありがとうございます。私と祖母だけでやっていたら数日がかかっていたところでした。ほんの少しお手伝いしただけだよ。魔女の秘術がなかったらそもそも成立しないわけだしね。帝国のヘクセンブリード、
ますます興味が出てきちゃったわ。そういえば今のお姉さんと同じ研修にいたんだっけ。結社の人としての名はね、どういった印象でしたか。何度か任務の時に話をしたくらいだけど、気まぐれに見えて一途なタイプね。何事にも真剣に取り組むような。そうですか。あの言動からは一見とてもそうは見えぬが、確かに内戦の時もいろいろなところで忙しそうにしてましたね。そういえばクロスベルに咲いてた赤いプレロマスも退治してたね。そんなこと言ってたような。あとラジオ番組もやってるんですよね。内戦後にお会いして以来、私も随分お世話になりましたね。そう考えるとイメージ以上に働き者って気もしてくるわね。実際そうなんでしょう。同性として尊敬するしかないというか。それを言うならアリサさんのお母様も同じだと思いますけど、キャロンさんにくらや少佐、トア先輩に、ホールズの卒業生も。結局トア教官の行方はまだわからないままなんですよね。あの時デートにいたはずのミントさんやリンダさんたちも、エリズ先輩とユヒマ様についても消息がわからなくなっているとか。ええ、女学院は事実上休校になってるみたいだし、ミントたちもあの異変の直後は目撃している人がいたんだけどね。その後、不自然なくらいに消息を絶ってしまっている。自力で逃げたのか、それとも。ティオの行方もまだわからないみたいだし、ティーダの行方もまだつかめていない状況ね。ここ数日、シェラとも連絡が取れなくなってるみたいだし、それこそ、リーニと同じ場所に捕まっている可能性もありそうね。その可能性もあるんですね。まあ、それを確かめるための絶好の機会とも言えるであろう。姿勢に鉄血、結社の動向を探るためにも。そうだね。西風や赤い星座の動きも。私にとっては、故郷と言える場所でもあります。記憶は消去されていますが、何としても役に立ってみせます。うん。テリーヌさんも含めて、まとめて何とかしちゃいましょう。あの人よしで、人たらしで、自分のことを大切にしない、本当に世話の焼ける困った人を助けるついでに、乗ったわ。そろそろリーも年貢の納め時かもね。言い過ぎな気もしますが、確かにその通りですね。全員で首根っこをつかんででも連れ戻すべきかと。ま、自業自得かもしれないわね。みんなお兄さんのことが大好きみたいだね。灰色の騎士か。改めて会ってみたいわね。解析が完了するのは明日の午後。それまでゆっくり休んでください。レンさんたちもお部屋を用意したので、今夜ゆっくり休んでくださいね。はい、お世話になるわね。客人とそなたらの協力で解析率は5割を超えた。早ければ夕方前くらいには場所が特定できるじゃろ。もうおばあちゃん、いつまでも報われてないの。昨日も言ったけど、ひずなベースがあってこそだし、むしろ本領発揮は場所を特定して突入するときなんでしょ。それはそうじゃが。まあよい。早ければ今晩中にも乗り込めるはずじゃ。黒の工房へな。そうですか。何らかの突入方法があるとは聞きましたが。ふん。すると今日半日は英気を養った方が良さそうだな。足りない装備があったら、揃えた方が良さそうですね。ええ。例の迷宮で鍛えてもいいかもしれません。そのあたりをお前たちに任せる。有意義に過ごすがいい。必要なら俺たちを呼べ。いくらでも手を貸す。了解しました。ま、あんたらとの連携、改めて確認してもいいかもな。そうね。それとこちら返しておくわ。
解析計算用に預けていたアーク数を返してもらった。え、もういいんですか？ええ、今朝の時点で難しい計算は終了していますから。あとは星見版と蓮の端末があれば放っておいても解析は完了するわ。準備をするなら必要だろうし、持っていた方がいいんじゃない？わかりました。それでは解析結果で出るまで有意義に過ごさせてもらいます。黒の工房、ミリアムさんと私が作られた場所。かすかな記憶の断片はありますが、道案内は無理そうですね。王冠を助け出すためにも、ミリアムさんを取り戻すためにも、今私ができることを最大限にやり遂げてみせます。誰に命じられるわけでもなく、私自身の意志で。今日の休息日ではアルテナを操作することになります。各種ミニゲームやクエストのほか、サングラル迷宮第4層の攻略が可能です。なお今回はレンをパーティーに入れることができ、キーヤのオーダーを使うことができます。おー、レンパーティー入れる。ピスビットを3つ全て見て、屋敷の2階にある客室の扉を調べると休息日が終了します。レンパーティーに入れられる。インナースーツ。これか。懐かしの。こいつもコッシュも帰れんの。セットには参加しないけど。いや、どうすんならパーティーに入れようか。あ、今すでに HP 12000。ちょいちょい超えてんな。どうしたらいいかな。まあ一個一個見ていきましょう。うん、お、新しい料理。
新しい装備が。全員分買ったら、なったら相当な額だぞ。買えんの？金ねー。売れるコースもあるんだね。やったらダブってのもあるからな、多分。多少手放しても特に問題なさそうだけどね。です。安いのしかダブってねえじゃねえか。あ、そんなもんか。絶対金足んないんだけど。武器は人数分変えた。0350350001。これで固定なんだ。
ホーム2段階目来るか。この辺もあるしな。絶対的にやった方がいいでしょ。やべえからな、言うまで入れた商品もやべえ。足りねえ足りねえ。そうですね。サブイベントっぽいのがまず発動発生したので、まあ、この辺もやっていきたいなと。まあ、休息日ということで、まあ、サングラル迷宮の攻略だったり、まあ、さっきのサブイベントの攻略だったり、あとまた、ね、見たいイベントもいくつかあるので、それまた次回やっていこうと思います。では、幽霊伝説戦闘機4実況プレイパート52、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見てくれなー。